こんにちは。今日はですね、こちらにあります、ゴールドボンドシリーズの、ランタンとツーバーナーストーブですね。これは、ストーブの方は、モデル 413G です、ツーバーナーですね。そしてこちらは、228、これは H ですね。220シリーズの中でもこの傘の大きいですねタイプで、この、228シリーズのこれは H です。ですね、まあ検証する前にですね、ここのあれですよね、まあ、モデル H の特徴の、ここのクリーニングレバーですよね。同じ220シリーズでもですね、意外とこう特徴のあるクリーニング、マニードのレバーですね、こんなのがついてます。一応まずですね、ここは、まあ、ガラスグローブを、まず外してですね、まずはベンチレートですよね、まあ、こんな感じに、まあ、よくこれありがちですけれども、ここのまあホーローですよね、まあ、熱ですとか衝撃で、ポンとこう飛んでしまうパターンですよね、まあ、意外とこれですね、どうしても熱を受けるところですので、ですね、この膨張ですかね、ここのホーローがですね、プンとこう弾けてなってしまう場合が、まあ、どうしてもあります。あとはまあ意外とエッジのところはですね、そんな大きな、欠けもなくこんな状態ですね。で、まあ、ベンチレーターは置いておいてですね、まあランタンですね、これ全体的に見るとですね、まあこんな感じですよね。まあサビが、出てます。そして、一部ここの内側の方ですね、まあサビと同時にですね、ペイントのハゲですかね。比較的あのゴールドボンドの場合はですね、まあ、まあ今までの経験からするとですね、ペイントがあまり良くないですね、正直なところですので、まあ綺麗なものは綺麗なんですが、意外とこういう感じで、まあ、使い込まれたものはですね、こういうペンキが生えたりとかですね、意外とこのカラーの首元ですよね、同じようにペンキがこうどうしても剥げてサビが発生する場合、意外と多い感じがします。とこれがですね、キャップを開けてですね、こんな感じですね。ちょっと見えないかもしれませんけれども、若干こういう感じですかね。まあ、まだオイルが少しこう入ってた感じで、ちょっと古い感じのオイルの匂いしますね、やはり。もうこれもう70年代のはずですけども、そうですね、まあ74年ですので、まあ、これもかなりもうですね、40年近く前ですよね。そして今、バルブのホイールですね、バルブホイール若干ちょっと最初固着してましたけども、一応には回ります。そしてこの、まあ、ポンプの方は今これ見る限りは、カーパッキンですかね。まあ、これはひょっとしたら革じゃないかもしれませんけれども、まあ基本的にはオイルがですね、乾ききってスカスカ状態です。まあチェックバルブはですね、これは動いている限りはそんな大きな問題ではないですね。とちょっと気になるのがここのポンプシリンダーの周りですよね。ここを見るとですね、このとこですかね、ちょっと見えづらいかもしれませんけれども、サビが、浮いてきてます。構造上ですね、これタンクの中に、こういう、ですね、シリンダーがこういう筒状のシリンダーが入ってるんですけども、まあ、こういったケースはまず今まで見たことないので、よほどのことがない限りここのですね部分ですよね、から漏れがあるってことはないと思うんですが、ですね、
ちょっとただ気になる感じのこのサビの出具合にはなってます。こういう感じですね。今ここですよね。この辺りがまあ腐食して空気が、漏れるようであればですね、ちょっと実をするのはあまりお勧めできないというか、まあ、なんとかタンクをですね塞いだとしても安全上無理しない方がいいかもしれません。まだこの辺りは何とも言えません。それからフレームはこういう感じですよね。かなり雨ざらしになってたようで、ですね、サビが出てます。あとこれはまあ最後にちょうどこの明かりが灯った後のこのマントルのですね、まあ、枯れ焼き、まあ、上の方がまだ焼けてない感じで、このマントルの方のですね状態を見るとそんなにですね、はるか昔の取り付けられたような感じではないので、まあ意外とひょっとしたら、つい最近まで使われてたのかもしれません。あとちょっとこれでですね、タンクの中を見てみます。タンクの中はですね、これはあの綺麗にですね、ですね、錆止めのですね、まあ茶色い、シール剤がされてますので、まあしっかり、残ってますね。ですのでタンク内は、まあ非常に綺麗です。基本的にはこれタンク内はですね、手入れはこれはまあ不要ですね。全く不要です。これは綺麗です。これ今はシリンダーですね。まあカーパッキンでした。このチェックバルブですね。の、まあ、このステンの部分ですね。で、この中をちょっと見てみます。まあ見た感じ、これは中綺麗ですので、ほぼ問題ないと思います。あとチェックバルブ自体がですね、このボールの部分が、ベアリングですよね、中のこれを固着しているので、まあクリーニングしてあげればこれもおそらく問題なく使えるかと思いますね。ただチェックバルブの方がですね、これひょっとしたら一回ですね、ちょっとこう外そうとしたような舐めた傷がちょっとついてますね。おそらくこれ外そうとしたけれどもですね、外れなかったような感じの、舐めた跡が確認できますですね。まあ綺麗ですけども中の方はですね、古いオイルが、固まってその関係でおそらくこの中のベアリングがくっついた状態になっている感じがします。ですね、一応これで
少しですね、また元に少し戻しまして、オイルをちょっと挿しています。このレザーのですね、革のポンプカップですね、これはもう全然オイルさえ挿してあげれば問題なく再生利用です。今広げながらですね、オイルを挿してあげて、今まあ音から分かりますけれども、基本的にもうこれはもうすぐに復活ですね、問題等ではないので、今十分これ圧力が変わってきてですね、一応空気もきちんとこれは入っているようですね。そうですね、これやはりこうちょっと今空気が押し返ってきていますので、そうするとベアリングが付着している関係でですね、戻ってきてますね、空気が。ですので、まず簡単な方法としてですね、これですね、こう軽くスプレーします。そしてしばらくですね、これで戻します。広くベアリングが固着してなければ、多分今のですね、一吹き二吹きですかね、スプレーで、多分固着したのは取れたかと思います。ですので今ですね、大きな作業をする前に。今のところですね、まだ固まった、状態みたいですので、とりあえず、ですね、一応ビデオを止めます。